はいどうも、お待たせ。はいどうも、うちにもキャーって言ってください。なんでやねん。これは由々しき事態ですね。と言いますと、コンビ間で人気差があると〇〇じゃない方って呼ばれちゃいますよ。不人気のあなたは。不人気言うな。なので均等な人気になるように、あなたの人気を上げたいと思っていた。うん、うん、過去形ですか。いろいろ考えたんです。これでも夜しか寝れない日々を過ごしました。まっとうに寝とるけれどもね。いい案は出なかったんですか。出なかったから過去形なんです。世知辛いな。なので逆転の発想、私の人気を下げます。ええんか、本当にそれでええんか。私の人気が下がれば相対的にあなたの人気が上がり、均等になります。まあ葵ちゃんがそれでええならええけども。というわけで不人気作戦開始。ふっ。あれ、ダークな顔しても人気だな。さすが顔がいいな私。それはナルシストキャラで人気下げる作戦、それとも巣ですか。バチバチに巣でございます。生粋のナルシスト。ダメだ、もっと人気を下げなくては。燃えなければ炎症しなければ。いやまあ炎上すれば確かに人気は下がるな。何をしとるよ。燃えまくってますやんか、怖すぎ。炎上商法ってやつです。物理的に燃える必要はあるんか。炎上した後は意味もなくバストアップの写真とともに謝罪文を公開します。時事ネタやるタイプの漫才師、リアル炎上しかねないで。これでまずあちらのファンたちから人気下がりました。火力が高すぎる。そうまでして人気下げなくてもええやろ。うーん、私はたとえ私が傷ついてもあなたと隣り合って歩いていきたいから。しまった、人気が上がってしまう。葵ちゃんの人気はそう簡単に下がるもんちゃうやろ。やはりうちが人気になる方が確実やと思う。何か案があるんですか。最近うちらのことを知ってくれた方は知らないと思うんやけど、うち昔は目開いてたんよ。そういえばそうだったかもしれませんね。アンケートでうちの人気が劣っとるからキャラ付けのために糸目キャラ始めたんや。キャラ作りだったんですね。でもそれでも葵ちゃんには追いつけない。悲しいな。本気出します。な、まさか。バカやめろ、それは体が持たない。止めても無駄や。うおうちだって、うちだって、葵ちゃんと隣り合って歩きたいのは一緒なんや。あかねえ。海岸。まあ。まあな、もともと開いてたのに戻っただけやしな。諦めてふて寝します。あ、ちょっと、あかねえ、資源の切れ端見えちゃってるから、ちゃんと立って。そうか、うちには足がないから不人気なんや。足つけるわ。サイズ感バグってません。長身女性は持てます。2メートル超えて3メートル近くなってませんか。そうか、ひらめいたで。どんな策を。このフィジカルを利用して葵ちゃんファンの総数を減らします。物理的に。私のファン逃げて。怯えて眠れお前たち、踏みつけてやる。私のファンたちマジで逃げて。ほら、ああ世直し開始や。というわけでね、世直しが始まってしまったので、私は避難誘導しなくちゃですので、終わろうと思います。指示に従って、迅速にお逃げくださいませ。ありがとうございました。